本日は四季さんの健康改善スタンプラリーにお集まりいただきありがとうございます。え、俺の健康スタンプラリーですか？はい。なぜか生活習慣が改まらない四季さんに秋葉様も大変お心を痛めておいでです。そこで今回、私が秋葉様の代理として生活改善を仕切らせていただくことになりました。なるほど、趣旨は理解しました。私も遠野くんの体調は気がかりでしたから。あのですね、そんなに心配しなくても大丈夫ですよ。いいと悪いの線引きはできてます。付き合い長いんだから、自分の体は自分が一番。いいえ、四季さんのいいはなんとか生きてる、悪いはこのまま死んでるかと。世間一般では大丈夫とは言いません。遠慮も過ぎると毒と存じます。同感です。よく言ってくれました、琥珀城。遠野くんはもっと自分を大切にしてください。いざという時、周りに迷惑をかけないよう一人になりたがるのは薄情というものです。今度そういうことをしたら本気で怒りますからね。完全武装もやむなしなので、そのつもりで。あ、はい、すみません、反省します。シエル様なら安心してお任せできますね。くれぐれも四季さんの健康第一でお願いします。問題が発生したら直ちに企画は中断、お迎えに上がりますのでご注意くださいまし。琥珀さんは屋敷に残るんだ。ん？俺の体調どうしてわかるんですか？四季さんのお体のことでしたら、それこそ手に取るように感じられると言ったら信じてくださいます？ああ、主治医としての勘というやつですね。わかりました。チェックポイントとゴールにはささやかなサプライズをご用意いたしましたので、ぜひお立ち寄りくださいね。きっと楽しんでいただけると思いますので。この企画自体には賛成なのですが、琥珀城、何か企んでいませんか？もうとんでもございません。お客様にそのような横島な行いなどしたら秋葉様に叱られます。それではお気をつけて。四季さん、シエル様と楽しい一日を。企むなんてそんな、琥珀さんはすごくいい人ですよ。それはわかります。ただ本質的に分かり合えないような気がして。料理の好みの話かな。遠野くん、何か心当たりでも？いえ、何でもないですよ。行きましょう、先輩。指定されている場所はここだけど、空模様、突然暗くなりましたね。場所が悪いのかな。特に何もないし、次に行きましょうか、先輩。そうですね、遠野くん。あそこに誰かいる気がしますが、何かの見間違いということにしておきます。大公社ともあろうものが使徒に落ちたばかりか、恥も外聞もなく姿を晒すなどありえませんから。恥じらいぐらいあるわよ。ミニスカで体験振り回してるあんたが言うな。あ、そっか、強がりでしょ今の。可愛さで負けてるから無視してるんだ。若さでも強さでも私の勝ちってこと。やだもう、シエルのくせに見苦しい。今なんと、やっべ、先輩行きましょう。知らない人です。君子おかしいのに付き合わずです。まあそうですね、せっかくので。遠野くんとのウォーキング中ですので。さあ、スイートタイムはこれでおしまい。ビターペインフルな愛の墓場にご招待。待ちなさいよ、私をいなかった扱いすんな。こっちにだって引くに引けない理由があるの。
あの感情の温度差がすっごい怖い。シンソにここでやっつけろって命令されたんだから。アルクエイドに。あなたを見逃す理由はないけど、骨太代行者の相手をするなら助けてあげる。もっとも足止めにもならないと思うけど、嫌がらせ程度にはなるでしょ。嫌なら首をもぎ取って畑のカラスよけにするわ。報酬？まだそうしていないというだけで十分でしょ。なんて脅されたら逆らえるはずないじゃない。アルクエドが何か悪いものでも食べたのかな。虫ではなく腹の居所が悪かったと。それはどうでしょうか。彼女が使徒を刺激したという例は私の知る限りありません。で、誰が骨太代行者ですか。私に怒らないでよ。あくまで状況供述なんだから。いいでしょう。アルクエイドに聞くよりあなたを尋問した方が早そうです。ふん、結局は骨太じゃない、このパワハラ代行者。少しプレッシャーかければ私の口が軽くなるなんてもう思わないことね。バーンユはマジックサーキットファイト。ダメだ、君地獄で待ってるから。チリはチリに、パーフェ、汚れは霞に。生産の時です。ものすごく早口でいろいろ話してくれましたけど、肝心なことは何もわからなかったですね。言わないでください、頭が痛くなります。もう四季遅い。どこで道草食べてたのよ、カレー味の。遠野くん、身に覚えがなさすぎる。遅いも何もアルクエイドと約束してなかっただろう。したもん。四季の家のメイドさんから伝言もらったし、10時からずっと待ってたんだからね。わ、琥珀さんの言ってたサプライズってもしかして。アルクエイドの素性を知らずにやったのでしょうけど、命知らずにも程がありませんか、彼女。ってことは昨日の夜からずっと。琥珀さんの仕業とはいえごめん。でも途中で気づくだろう。気が長いんだか短いんだかわからないというか。一度殺されてから時間の感覚も壊れたのでしょうね。まあ元々あったのかどうかも分かりませんけど。それより私にノエルをけしかけるなんて、あなたの趣味も随分悪くなったようですね。ノエル？誰それ。お前が脅して待ち伏せさせてたノエ使徒だよ。弱い者いじめは感心しないぞ。まああのノエル先生を弱い者扱いできるのはこいつくらいだろうけど。ん？何それ。私が脅す相手なんてそれこそ四季くらいしかいないけど。しらを切っている様子はありませんが、念のため型通りの尋問もしておきましょう。ふーん、やる気なんだ。まあいいわ、ちょうど運動したかったし。でも待ちくたびれた分力加減ミスっちゃうかも。その時は運がなかったと諦めることね、シエル。バーンユはマジックサーキットファイト。たまたま調子悪かっただけよ。あなたの業はあなたの命で調停します。ああもう、倒しても倒しても元気なんですから。こうなれば最後の手段です。遠野くん、ちょっと手伝ってもらえます。ごめん先輩、ここは公平に見守ってます。ああもう、これ以上シエルとやり合っても面白くない。追い詰めるとビュンビュン逃げ回って、
いい加減降参しなさいよね。そのセリフ、そっくりあなたにお返しします。ずっと日向にいてどうしてこんなに元気なんですか。はい、そこまでそこまで。二人とも大丈夫か。全然大丈夫じゃない。めっちゃクラクラするんですけど。私も同じくです。ちょっと動けそうにありません。ふーんだ、シエルなんてこのまま死者の餌にでもなればいいのよ。バカ、死者が人を食ってたらそれこそアルクエドの仕事だろう。まあ当然お前のおかげでそんな物騒な話はないけどな。もう四季のそういうところほんとつるい。シエル、今日のところは四季を貸してあげるけど後始末はしといたよね。後始末って何のですか。何、一日幸せすぎて鈍くなった。なんで私たちが戦うことになったのか考えてみればわかるでしょう。あ、ではノエルの言っていたあなたは。私のそっくりさんとは言いたくないわ。まあほんの少しだけ似てる何かでしょ。私関わりたくないからシエルに押し付けてあげる。ああ、そういうことですか。そういうこと。それじゃあとはよろしくね。あ、どういうことなんです。トーノ君は知らないままでいた方がいいことです。それよりトーノ君、この後何か予定はありますか。ないですよ。どのみち門限ギリギリまで先輩と過ごすつもりだったし。え、先輩、どこか行きたいところとかあります。はい、今日はいろいろあって肝心のトーノ君については何もできませんでしたよね。ですがこんなこともあろうかと前もって良さそうなお店を見つけておきました。ひょっとして辛いやつですか。あ、大丈夫です。ちゃんとそれ以外のお店も調べてあります。もちろん。いいえ、辛いのいいですよね。一日歩き詰めだったからガツンときついの美味しそうです。そうですか。トーノ君がそういうのなら仕方ありませんね。では手始めに近くにできた新しいお店に行きましょうか。大変コスパのいいインド料理店で学生の私たちにはおすすめのお店なのです。お疲れ様です。今日のお仕事はこれにて終了ですね。さあメシアンに直行です。